どこからどこ、どういうふうに痛い？痛みを感じるのは、うん。この辺。この辺。外側。というか、左の、そう、どっちかってこっちの方だね。で、ここ、下にビーッとこう、痺れるような痛み。痺れる痛みがあるし、ズキンズキンって痛みもある。歩くと痛い。うん、立つともう、何にも死んでも立つだけでも痛いの。だって横になってると全然痛くない。寝てると大丈夫。うん、足を伸ばしてね。あ、だから、痛い。なんていうのかな。傷があってさ、そこに血が流れると、はい、腹筋ってなるでしょ。はい。そんな感じ。ちょっとベッドまで歩いてもらっていいですか。歩いても痛い。もちろん。もちろん。立ってると痛い。立ってると痛い。了解です。はいはい。怖い。怖いから。ああ、いいですよ。大丈夫。お尻は？今痛くない。今全然痛くない。うん、さっきのほら、ここの痛みが減ってればいいと思うんです。今はね、全然痛くないです。うん。怖さはあると思う。まあ、めまいはね、あれなんですけど。あるけどね。うん。で、よいしょ、どうしようかな。今度ね、左を上で、横向きで。これだけ荒れたけど疲れるって感じ。